子供の頃に感じた冬はこんなに寒くなかった。東京から山形の田舎に戻ってもうすぐ2ヶ月、思えば何ともおぼつかない毎日を生きてきた。失礼いたします。この度は誠にご愁傷様でございます。お農家のお手伝いに参りました。ご焼香させていただいてよろしいでしょうか。ありがとうございます。連単自殺だ。どうして分かるんですか。傷んでない。寒い車内で死んで発見が早いとこうなる。美人なのに。やってみるかい。はい。それではただいまより故人様の安らかな旅立ちを願いまして納棺の儀執り行わせていただきます。皆様どうぞお近くでお見守りください。それではお体を拭かせていただきます。
ついてるんですけど。何が？あれです。あれって？だからあれです。よろしいでしょうか。はい、何が？これからお着付けをした後、個人様にお化粧をするんですが、女性用のお化粧と男性用のお化粧がありまして。ああ、ちょっと待っての。はい。姉さん、留め用のお化粧をどっちさするかって。男さする、女がさする。なあ、どっちさ。おいが最初から女子に産んであげてたら、こんなことにならねかったのに。種がの。おなごでええやの、おなごで。え、女でお願いします。かしこまりました。止めよ。なかったですね、うん、もっと宣伝にも力入れた方がいいと思うんだけどな。そうだ、楽団のホームページ作りません？うちのかみさんウェブデザイナーだから、ただでやらせますよ。どうすかね、どうすかね。それよりさ、大吾くん大丈夫？何がですか？次だよ、次。次って？無理していいやつ買ったんなら、次探しとかないと。皆さん、本日もお疲れ様でした。客席はやや寂しかったものの、演奏内容は素晴らしかったと思います。実はですね、今日はその当楽団のオーナーである曽根崎さんから
皆さんにお話があるということですので、ちょっとお聞きください。解散します。じゃあな。ようやく掴んだオーケストラ奏者という職業、それは一瞬にして過去の思い出となった。このチェロには何の罪もない。僕のような人間に買われたばかりに仕事を失ってしまったのだ。あらゆる意味でこのチェロは僕には重たすぎた。ありがとうございました。はい、失礼します。ただいま。おかえり。タコもらっちゃった。ちょうどそこでお隣さんに会って今朝釣ってきたんだって。どうしたの？解散になった。何が？楽団。そう、また次探せばいいじゃない。次なんてない。俺ぐらいの腕じゃどうにも無理があるし、チェロの借金も。いくら？大丈夫、100万ぐらいだったらウェブデザインの仕事でなんとか返せる。1800万。1800万？プロはみんなそのくらいの使ってるし、むしろ安いくらいなんだよ。どうして隠してたの？絶対反対されると思って。そんな大事なこと、なんで言ってくれなかったの？ご飯作るね。世界中の街が僕たちの新居だ。演奏旅行をしながら一緒に生きていこう。それがプロポーズの言葉だった。しかし現実は厳しかった。いや、もっと早く自分の才能の限界に気づけばよかったのだ。どうした？このタコ生きてる。本当だ、生きてる。ちょっと、ねえ、タエちゃん。どうしよう。はあ、もう釣られるなよ。やめようかな。何を？チェロ。やめてどうするの？田舎に帰る。山形の。賛成。え？いいの？
が残してくれたお家だったら家賃もいらないんでしょ。え、でも本当にいいの？人生最大の分岐点を迎えたつもりだったが、チェロを手放した途端不思議と楽になった。今まで縛られていたものからスーッと解放された気がした。自分が夢だと信じていたものは多分夢ではなかったのだ。2年前に死んだ母がたった一つだけ残してくれた財産。最初は父が喫茶店をやっていたらしいが、僕にはほとんどその記憶がない。父が愛人を作って家を出た後、母はここでささやかなスナックを営み、女手一つで僕を育て上げた。はい。田舎暮らしもっと嫌がるかと思ってた。ううん、結構新鮮。なんかお水が違うせいかご飯も美味しく炊けるし。私お店とかやってみようかな。え、なんの？これだ。これこれ、年齢問わず高級保証、しかも実質労働時間わずか正社員で。 NK エージェント？何の会社？旅のお手伝いをするお仕事です。旅行代理店かな。ああ、添乗員とか。未経験者歓迎って書いてあるから、とりあえず話だけ聞いてくれよ。ごめんください。こちら NK エージェントさんですか？はい。午前中にお電話した小林と申します。ああ、面接の人、社長すぐ戻るからここを座ってて。はい、失礼します。私ね、社長が新聞に出すって言った時反対したの。はあ、この業界特に人集め難しいから。こちら何の会社なんですか？あら、あなた何も知らんできたの？旅のお手伝いをするって。あ、違うんですか？社長、面接の人。はじめまして。午前中にお電話した小林です。ああ、君か。出会える明るいね。 ありがとうございます。ほら、出してよかっただろう。お茶入れて。はい。一応履歴書を持ってきました。はいはい、どうぞ。失礼します。うちでどっぷり働ける？え？あ、ええ、まあ採用。え？あ、名前なんだっけ？あ、小林大吾です。すぐ名刺すって。はい。ちょっと待ってください。まだ何も、給料とかもろもろ。ああ、そっか。最初は片手でどう？
片手5万円ですか。50万。少ない。いえいえ、そんなにいただけるんですか。なんなら現金日払いでもいいけど。いや、あの、どんな仕事をすれば。そうだな、まずは僕のアシスタントだな。具体的には。具体的？納棺。納棺？遺体を棺に納める仕事。最多な。遺体って死んだ人のことですか。君面白い質問するね。あ、いや、その募集広告には旅のお手伝いをするって書いてあったので、僕はてっきり旅行代理店かなと。あ、これ誤植だ。誤植？旅のお手伝いじゃなくて安らかな旅立ちのお手伝い。旅立ち。だから NK は農家の NK。 まあこれも何かの縁だ。とにかくやってみて、見てないと思ったらやめりゃいいさ、ね、これ今日の分。いえそんな。大丈夫大丈夫。いえそんな。ただいま。おかえり。これどうしたの。これこっちに越したらすき焼き食いたいって言ってたよね。金沢牛特上のサーロイン。すっごい高かったでしょ。給料先にもらえたから。え、仕事決まったの。うん、まあね。やったー。じゃあお祝いだ今日は。うん、あ、でどんな仕事だったの。やっぱり添乗員とか。いや、営業。どうしたの。旅行代理店じゃなかったんだ。うん、何。冠婚葬祭関係。うん、結婚式場。結局またチェロ弾かされたりしてね。あ、すぐ準備するね、すき焼き。うん。おはよう。よろしくお願いします。新しい机来るまで社長の席使って。あ、名刺できたわよ。誤植なし。そんなに珍しい。本物は初めて見ました。初めて。ええ、祖父母は記憶のない時に亡くなりましたし、母親の時もちょうど海外に出かけてて戻ってきたらお墓の中でしたので。お父さんは。僕は6歳の時に女作って出て行きました。お母さん寂しかったでしょうね。でも
死んだ人を見たこともない人間がこんな仕事できるんでしょうかね。そのうち慣れるわよ。死体にですか。うん、陽気がいいからここのとこ暇だけど、季節の変わり目なんて。伝えましょうか。仕事バンバン入るから。仕事ってどっから来るんですか。葬儀屋さん。葬儀屋。そう、農閑ってね、昔は家族でやってたものなの。それが葬儀屋さんに回されるようになって、そこからまたうちみたいな会社ができて、まあ、言ってみれば超隙間産業。結構重いんですね。棺もいろいろあるのよ。5万、10万、30万。そんなに違うんですか。左のが合板で、次が金具付きの二面彫り物で、一番高いのが総ヒノキ。はあ、素材と飾りの違いですか。そう、燃え方も同じ、灰も同じ。人生最後の買い物は他人が決めるのよ。なんだか皮肉ですね。うん、はい、NK エージェントです。はい、いますけど。はい、港座ですか。今すぐ。はい。社長さんですか。仕事。仕事。NK の人。はい、いらっしゃいました。ああ、来た来た。うちの新人、小林です。小林君です。今日のモデルです。よろしくお願いします。モデル。着替え終わったらすぐに撮影始めますのでの、よろしくお願いします。セバ、あちらで着替えとメイクしてもらってな。メイク。うん、はい。社長。大丈夫大丈夫、はい、お願いします。はい。モデルさん入ります。うん、いいじゃない。これどこで流れるんですか。大丈夫大丈夫、業務用の DVD だから誰も見はしないよ。まず最初に含み綿と湯灌を行います。湯灌にはこの世の疲れ、痛み、煩悩を洗い流し、同時にあの世に帰るための逆さ産湯の意味があります。古くはたらいに湯を張り洗い清めておりましたが、今では衛生上の理由からこのように消毒液を浸した布でお体をお拭きしております。お着付けは故人様の尊厳を守るため、ご遺族の皆様に故人様の肌が見えないよう細心の注意を払って行っております。お支度が整いましたら、
お化粧を施す前にお顔剃りをいたします。特に男性は顔の筋肉の収縮と肌の乾燥のため髭が伸びたように見えてしまうので念入りに行わせていただきます。ご遺体の肌は思いのほか傷つきやすいものでございます。指を当てただけで皮が剥がれてしまうことがございます。それゆえ慎重に丁寧に行わせていただきます。あれ、あれあれ、あれあれ、大丈夫大丈夫大丈夫、大したことない、大したことない。何？顔どうしたの？ひげ剃ってたら社長に押されてさ。会社でひげ剃ってたの？うん。うちでも電気カミソリしか使わない人が？社長命令だったんだから仕方なかったんだよ。大丈夫大丈夫、出したことない。変な会社。どう変変変変な会社。初仕事は突然訪れた。僕は何をすればいいでしょうか。今日は見てるだけでいいや。はい。しかしあれだな、悪い時ぶつかっちまったな。どういう意味ですか。いや、まあ、行けば分かる。そんなもどかさないでくださいよ。お待たせしました。おお、ご苦労さんご苦労さん。ご遺体は一人暮らすのおばあさんでの、死後二週間、結構傷んでる酒って気を付けての。ではの。誰ですか。葬儀屋、俺たちの雇い主。さあ、じゃあやるか。ちょっと手貸して。はい、足持って。足、優しく。ちゃんと持て。
今日も帰っていいよ。最初にしてはちょっとな、刺激が強すぎた。저거서어디게300엔다아ありがとうございます타올은100엔다からの。ほれ、帰れ帰れ。おいは母さんのこと思って。そげな役人みたいな言い方やめれ。おいはおめえに心配されるほど年いってね。なあ、しおりちゃん。大きいお風呂、また入りさきてもいい？いいよ。しおりちゃんのためだば、ばばちゃんずっと頑張るからの。大吾が出ました。いつ帰ってきたらや、連絡ぐらいしろで。ああ、いや、ごめんごめん。ちょっとバタバタしてての。あいや、小林さんとこの大ちゃん。はい、ご無沙汰してます。ああ、ほんと、久しぶりだの。なんか、すごい仕事してるって聞いたども。え？あ、まあ。え、なんだっけ、あの、楽器、ほれ。チェロ。バイオリンのお化けみたいなやつ。なんだんだチェロ。あのおじちゃんの東京でチェロって楽器やってるすごい人なんだよ。へえ。うちさもあんな出来のいい息子がおってなの。母ちゃん。あれ今ちょっと揉めてての。今度ゆっくりと。あ、またの。今度嫁さん連れてこいの。結婚してんだろ。はい。このバカいねえときは静かなもんだ。バカな女はどこのバカだや。とにかくおいはここおる気はねえからの。あ、そうか。なるほど。積んだか。積んだ。積んだ積んだ。なんかあった？うん。じゃあ食べよう。よし。食べよう食べよう。お隣のね、藤井さんにいただいたの。うん。今朝潰したばっかりだからすっごく新鮮。
お刺身でもいけるって。大ちゃん、なんか変だよ。一体自分は何を試されてるんだろう。母を看取ってあげられなかった罰なのか。この先どうなっていくんだろう。そう思ったらなぜかチェロが弾きたくなった。記憶を巻き戻しながら、ただチェロが弾きたくなった。
茶系ですか。あ、ええ、あ、今ちょうどあの石のところに、あそこ。おお、頑張れ頑張れ。なんか切ないですよね、死ぬために登るなんて。どうせ死んなら何もあんなに苦労しなくても。帰りてんでしょうの、生まれ故郷に。飯食いに行こう。飯。社長命令だ。偶然ですか？あ？ここを通りかかったのは。運命だな。そんなこと。君の転職だ。この仕事は。いい加減なこと言わないでください。すんません、すんません、申し訳ねえの。すみません。おっせ、5分も過ぎてんだぞ、5分も。申し訳ありません。お前ら、住んだ人間で食ってんだろ。兄さん。早くしろ。本当、申し訳ありません。
奥様がお使いになっていた口紅ございますか？え？冷たくなった人間をよみがえらせ、永遠の美を授ける。それは冷静であり、正確であり、そして何より優しい愛情に満ちている。別れの場に立ち会い、故人を送る静謐で、全ての行いがとても美しいものに思えた。ありませんでした。いえ、こちらの方こそ。これよかったら持ってってください。ありがとうございます。あいつ今までで一番綺麗でした。本当にありがとうございました。いらっしゃい。こんばんは。こんばんは。あいや、まさか。はい、うちの嫁です。あいや、はじめまして。麺粉一個もらって。いやー、そんげたことねえてば。ゆっくり使って温まっていけの。はい、ありがとうございます。こんばんは。あ、どう。いつもこちらに。もう50年以上通ってはげの。はあ、では会ってたかも。こういう暑い風呂もいいもんですの。
コロナ近づいくんで薪で沸かすからの、うん、お湯柔らかいにゃのでハゲ熱くてもチクつきますね。なるほどの、日本一の風呂屋だの。はあつや子さん、せばまだの。ありがとう、またの。お手伝いしましょうか。お客さんに手伝ってもらったら罰当たる。全部お一人で。ああ、ずっと前にじじちゃん死んだからの。役所勤めの息子はここさ売ってマンション建てろって言うけど、ここなくなったら今のお客さん困るから、私が元気なうちは。そんな、まだまだ。支えてあげての。大ちゃん優しい子だからの、全部自分で引き受けてしまうのよ。両親が別れた時も母親の前では絶対泣かなかったの。男湯で一人になった時泣くのよ。ちっちゃい体で肩震わせて。そういうとこあるから分かってあげての。はい。今日のお湯は、まあまあだな。なあ、いいな、似合ってるな。真っ白。明日から冷えるの。おかしい。ありがとう。ねえ、一杯だけ飲んでいかない？そうだ、いい店あんのやな。行く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 。おいしい。久しぶりだな、こういうふうに飲むの。なんか演歌っぽい。だんだん。お母さんこんなの聞いてたんだ。全部親父のでしょ。ああ、そっか。ここって最初はお父さんの喫茶店だったんだよね。思い出したくもないっていうより覚えてないんだな、親父の顔。会いたいって思うのに。会いたくない。でも、もし会ったら。会ったらぶん殴る。私のお気に入りだ。私思うんだけど、大ちゃんのお母さんってずっとお父さんのこと好きだったんじゃないかな。
まさか。でなきゃレコード全部捨ててるって、こんなに綺麗に整理してないって。いってらっしゃい。行ってきます。おはようございます。おはよう。ゆうべはご苦労様。警察の人感心してたわよ、若いのにって。ああ、もう無我夢中でやりました。そう、冷えるね今日。はい、 ありがとうございます。目真っ赤、眠れなかったんだ。この仕事精神的に引きずるからね。上村さんはどうしてこの仕事をついたんですか？ん？いただきます。若い頃にいろいろあってね、あっちにいられなくなったの。うん。帯広。どの仕事も長続きしなくてね、たまたま流れ着いたのがこっちのスナック。でもね、そこのママさん脳溢血でいきなり死んじゃったので、社長が来てね、私ねその時脳幹初めて見たの。はあ、私死んだらこの人にやってもらいたいと思った。なんかね全然違うのね、あの人で。ここ人の運命って面白いですよね。どこでどうなるか分かんない。そうね。美味しいです。よう、山下。友達？こんにちは。こんにちは。挨拶とかしなくていい。あなた先行ってろ、すぐ行くから。噂になってるぞ。何が？どうでもいいんだもん、もっとマシな仕事さつけや。行くぞ。うん、
ただいま。あれ？ミカ？ミカ？どうしたんだよ。ご遺族の皆様に痛々しく見えないよう行わせていただいております。まれに拷問にお詰めする場合もあります。このように脱脂面を丸め、拷問の奥まで押し込み、体液の流出を防ぎます。何なの？机の中勝手に見たんだ。そんな問題じゃないでしょ。これはたまたまモデルになっただけで。仕事の内容も全部調べた。だから何？なんて言ってくれなかったの？言うと反対するだろ。当たり前でしょ。こんな仕事してるなんて恥ずかしいと思わないの？どうして恥ずかしいの？死んだ人を前に触るから。普通の仕事をしてほしいだけ。普通ってなんだよ。誰でも必ず死ぬだろ。俺だって死ぬし、君だって死ぬ。死そのものが普通なんだよ。理屈はいいから今すぐやめて。お願い。私今まで何も言わなかったよね。大ちゃんがチェロやめたいって言った時も、田舎に戻りたいって言った時も笑ってついてきたじゃない。そりゃ悲しかったんだよ本当は。でもあなたが好きだから、だから今度だけはお願い、私の言うこと聞いて。嫌だって言ったら。一生の仕事にできるの？実家に帰る。仕事辞めたら迎えに来て。ミカ、触らないで。汚らしい。違う。はい。うちの子はこんなんでね、髪の色も違うし全部違う。みゆきはああなのよ。あんた何してんの？
然違う。やり直して。今さら何言ってんだ。おめえがちゃんと育てねえから焦げなことになってしまったんだろや。そういう言い方はねえんじゃないんですか。なんだと。みゆきのことちゃんと見てなかったのはあんたも同じじゃないですか。おめえ何様だ。おめえだがバイクで引っ張り出して、おめえだけ生き残って恥ずかしくて。やめねえ、やめねえ、やめねえ、やめねえ。おめえだ、帰れ。おめえだのせいでみゆきが死んだのは違わねえだろや。おめえがた償えんのか。あ、一生あの人みたいな仕事をして償うか。あ、すいません、すいません。社長悲しむだろうな。え、いや、あなたのこと気に入ってたから。そうなんですか。そうよ、創業以来初めての社員だもん。その割には面接とかいい加減でしたよね。いつも直感で動くな、あの人は。あなたを見た瞬間ピンときたみたいよ。そんなこと言われても悪いけど、辞めたいなら直接社長に言って。今上にいるから。失礼します。入って。はい。飯どうしてる。え、かみさんまだ戻ってないんだろう。食ってけよ。俺のがうまいぞ、多分。さあ、やろうか。何ですか、これは。フグの白子。炙って塩で食うとうまいんだ。9年前にな、死なれちまった。夫婦ってのはいずれ死に別れるんだが、先立たれるとつらい。綺麗にして送り出した。俺の第一号だ。それ以来この仕事してる。これだってさ、これだってご遺体だよ。生き物は生き物食って生きてる。
だろ。こいつら別だけど。ああ、死ぬ気になれなきゃ食うしかない。食うならうまい方がいい。うまいだろ。うまいっすね。うまいんだよな。困ったことに。東京から山形の田舎に戻ってもうすぐ2ヶ月。思えば、何ともおぼつかない毎日を生きてきた。僕は、本当にこの仕事でやっていけるのだろうか。やってみるかい？頭の方からゆっくりとお願いいたします。ダメよ。トメオがああなってからいつも喧嘩ばっかりで、まあいつの顔まともに見たことありませんでした。だけど微笑んでる顔見て思い出したんです。はあ、おいの子だの、おなごの格好してたって、やっぱあいつはおいの子だのって。本当にありがとうございます。うまいですか？困ったことに。
一人持ってきた。素敵、聞きたい聞きたい。じゃあちょっとだけ。生のチェロ聞くのは初めてだ。オーケストラにも入ってたんでしょ。あ、でもすぐに潰れました。いつからやってんの。幼稚園の時から。へー、そんな時から。これもその頃の子供用なんですけど、親父から無理やり習わされたんです。洒落た親父だね。いや、最悪のやつですよ。あの小さな喫茶店をやってたんですけど、そこのウェイトレスと失踪して、それっきり。ほんと最悪な親父です。今どうしてんだろうね。そう、もう死んでるんじゃないですか。さあ、何をやりましょうか。そうだな、せっかくだからクリスマスっぽいやつがいいな。宗派とか問題ないですかね。大丈夫大丈夫。うちは仏教、キリスト、イスラム、ヒンドゥー全部対応してるから。それじゃあ、聖なる夜のために。です。いつもお世話になっております。明日ですね、宗家のお名前は。それではこれより旅の支度をさせていただきます。指の方にかけていただきます。あの、おばあちゃんが前にルーズソックス履きたいって。ご苦労様。主イエスクリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。
掃除してないの？たまに。嘘、一度もしてない。二回はやったぜ。たまにじゃないじゃない。やっぱり私がいないとダメね。報告もあるし。何？赤ちゃんができた。すごい。俺父親になるわけ？だからもう中途半端な生き方はやめて。自分の仕事を子供に堂々と言える。きっといじめの対象にもなる。お金なんていらないから、3人で仲良く暮らそう。はい、もしもし。あ、どうも。え？今からですか？え？わかりました、すぐに行きます。こんな時に仕事行くの？銭湯のおばちゃん亡くなった。今日運んでる時に倒れてそのまま亡くなったらしい。最後の最後まで働いてたんですね。しかしこの銭湯亡くなっと寂しくなんの。
それでは皆様でお顔を拭いていただいて、お一人ずつお別れをお願いいたします。こちらにいらしたんですか。それでは皆様、合唱でお送りください。進めさせていただきます。ありがとうな。また会おうな。母ちゃんの最後
見てもいいかの。ありがとうございます。多分人間何か予感がするんでしょうの。去年の暮れ二人でクリスマスやったのよ。まさかこの年になってそげたことするなんて思ってねくて、でもどうしてもやりてって言うから、ちっちゃいケーキ買ってろうそくさ火つけて二人でお祝いしました。そしたら突然一緒に銭湯やってくれって頼まれましての。つまりはこういうことやったのやの。私燃やすのは上手ですからの。長いことここさいとつくづく思うのよの。すはもんだなって。死ぬっていうことは終わりっていうことでなくて、そこをくぐり抜けて次へ向かう、まさにもんです。私は門番としてここでたくさんの人を送ってきた。いってらっしゃい。また会おうのって言いながら、何してるの？よし、これだ。はい。何？石踏み。石踏み？昔さ、人間が文字を知らなかったくらいの大昔ね、自分の気持ちに似た石を探して相手に送ったんだって。もらった方はその石の感触や重さから相手の心を読み解く。例えばツルツルの時は心の平穏を想像し、ゴツゴツの時は相手のことを心配したりね。
ありがとう。何を感じた？内緒。素敵な話、誰から聞いたの？親父。もしかしてあの大きな石も？そう、親父からもらった。知らなかった。毎年石踏みを送り合おうなって言ってたのに、結局あれ一回だけ。やっぱりひどい親父だ。毎日弾いてくれる？こちら小林さんのお宅ですかの？はい。和子さん宛ての電報です。いらっしゃいませんか、和子さん。あ、いえ、母は2年前に亡くなりましたけど。そうですか。ちょっとすいません。困ります。戻りました。すいません。大吾くん、携帯忘れたでしょ。はい。あ、言えた。すいません。お父さん亡くなったみたい。誰の？あなたの。どういうことですか？それで由良浜漁協にかけたら教えてくれたの。お父さんの遺品の中にうちの住所があったんだって。でも今さら父親って言われても。30年以上も会ってないんだぜ。それに一緒に逃げた相手に面倒見てもらえばいいんだよ。ずっとお一人だったそうよ。明日の朝火葬するからって。お父さんのご遺体はそこの集会所にあるみたい。とにかく戸籍からはとっくに外れてるし、書類にもサインできないって電話しといて。お願いします。本当に。大ちゃん、行ってあげて。本当大丈夫ですから。お願い、お願いします。私もね、帯広に捨ててきたの。息子6歳だった。好きな人ができてね、ママママって泣き叫ぶ息子の、小さい手振り払って家飛び出した。息子さんとは？会いたいに決まってるけど会えない。
どうして？会いたかったら会いに行けばいいじゃないですか。子供を捨てた親ってみんなそうなんですか？だとしたら無責任すぎるよ！お願い言ってあげて、最後の姿見てあげてよ。大ちゃん、社長、おい、好きなの持ってけ。大丈夫。今朝来てみたら突然住んでたがよ。びっくりしての。どっから流れてきたんだかの。一人でこのまずさ来ての。一生懸命港の仕事手伝ってくれたもんで、ここの番屋を住居代わりに使ってもらってたがや。そうですか。無口で何も言わねえ人だっけの。いや、よかった。身内の人が来てくれて。もうすぐ葬儀屋の人送るからの。あなたのお父さん。情けないけど覚えてない。親父の顔、こんな顔してたって。見てもわからないんだ。何だったんだろう、この人の人生って。70数年生きて残したものが段ボール一箱だけ。ここだ。
よろしくの。お話し中、失礼します。失礼します。そろそろよろしいですか。このまま入れかの。はい。僕にやらせてもらえませんか。いやいや、私たちがやりますから。棺に納めた後、お水を飲ませてあげてください。せーの。何すんだ。夫は脳幹死なんです。